あれちょっとすいません、いや5時って言ってませんでした、あなた。え、いや、あれいや、こんにちはえ、なんで5時っつうの、わけわかんない嘘ついてくんの。お邪魔します。いや、こんにちはいや、ちょっとすいません。え、14時じゃん。いや、全然ちょっと準備、いや、ちょっと彼が5時って聞いてまして。いや、君は5時ってさっき言ったよね、何時来るかって。もう一回確認したら、2時のはずですけど。いや、はずですけどって情報はありませんでしたけどね。いや、その情報はいや、ちょっとすいません。いいですか。はい、じゃあちょっとこれはすぐに。何してる。いや、ちょっと言う、いやいや、広めようと思って。広めようと思って。いや、今を広めようと思ってまして。広めようと。いや、ちょキャプテンの力になりたくてオンライン、ちょっと負けてますはい、ちょっとこれ終わったらご挨拶させていただきますんで、はい、ありがとうございます。いやいやいや、来ていただいて。え、タクシーですか。いや、もうめんどくさくタクシー来ちゃいました。暑くて。え、いくらでした。え、いらないですよ。いやいやいや、あの、今日はあの、最後負けた人が払うんで。ああ、それならいいですよ。もし大坊さん負けたら、もう自腹になります。はい、はい、そこはキャプテンですけど、ちょっとそういったところすみません。わかりました。お願いします。そうすると彼も頑張ると思うんで。え、やめて、そんな言い方。頑張れないですよね。はい、あいつは。久しぶりですね、タイボさん会うの。いや、確かにそうだな。坊主になってから会ってないですもんね。坊主になって会ってないです、はい、はい。あ、おはようございます。ちょっと暇つとまないようにこっち向きにやらせていただきましたどうも、こんにちはでございます。そして、よーがちっこちょこまわタイポンです。よーし、久しぶりです。ということで、耳めっちゃ気に入ってて。いや、ほんとすいません、温度差失礼しました固定差失礼しました。固定差ね。あの、坊主になってから初めてタイポンさんに会うという形になります。どうでしょう。そうですね。どうこの髪型は。いやいや、なぜつけない。はい、はい、でも髪型はいや、見づらいっすよねでも、こっちの方いいっすよね、やっぱ。いや、普通にかっこいい。普通にこっちの方がかっこいいけど、なんか受け入れがたいみたいな感じのこと言うんですよね。まあ、女性受けはちょっと心配っていうか。いや、だからいいっすよ、女性受けも。はい、そっちの方が。え、リーちゃんはちなみに何て言ったんですか。よかったねってリーちゃん、ありがとうはい、ということで今日はですね、ちょっと新企画ということで、はい、企画名の方はこれミニドラフト会議ってことですか。じゃあミニドラの方で。いや、はい。いやいや、どうなんです企画名の方は。いや、発案者あなたなんで。そうですね。企画のタイトルだけお願いしていいですか。名付け親お願い。いや、結局俺に聞かれても。 FA みたいな。 FA ドラフト。 FA ドラフト。 FA カップ。 FA カップ。 そこら辺固めてから始めてもらいます。 FA カップ。 FA カップ。じゃあ一応 FA カップでいい。じゃあ FA カップで。 FA カップでいいんだ。はい、新A カップで、はい、じゃあ新企画 FA カップ始まりました。まずは企画の説明ですね。チャンネルの主であります私からさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。あの、まあ、企画の概要としては、まあドラフトにちょっと近いような形になります、はい。私が、はい、FC 東京。あ、すみません、なんか水溜りボンドみたいになっちゃって失礼しました。私が FC 東京、はい、でマリノス、マリノスです。でポンピが川崎フロンターレを、はい、それぞれ操作して、でこれ総当たりで、大会で、1位2位3位を決めるということですね。まず大前提、そこまでよろしいですかそれだと普通すぎます。いや、そこから違うのよ。まず前提としてそれがないと、こっから流れ、こっから流れが一気に変わりますから、はい、変わりますから、ね、はい。ただこれはあの普通の今あるその J リーグのチームを扱うわけではございません。選手の入れ替えがある可能性がございます。そのやり方についてこれから説明していきましょう。まずここまで OK ですか。ここまで、いや、疑問点とかあれば大丈夫ですか。いや、全然、はい、大丈夫ですね、はい。各チームごとに残りの2チームから
自分のチームに欲しい選手を指名します。いや、ここまで違ってます。合ってませんか。合ってん、だから言い方がちょっと指名します。はい、わかりました。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。残り、自分以外のチームから選手を奪う形になります。はい、ただその奪おうとしてくる敵に対しての防衛手段として、はい、その敵からの欲しい選手の指名をブロックすることもできるようになっています。なるほど。はい、でこのですね、指名そしてブロックと、これを1セットと呼ばせていただきますが、はい、これを2セット行って出来上がったチームで試合をするという形になります。はい、なるほど。いいですよ、ここまでは。はい、その1セット2セットで、はい、指名できる人数とかブロックにできる人数は違うんですか。非常にいい質問ですね。極めて本当にもうこの企画の核をつくような素晴らしい質問、ありがとうございます。こちらこそ。はい、指名できる人数なんですけれども、はい、1回目が2名。いや1名じゃなくて、はい、ごめんなさい、失礼しました。失礼しました。指名できる選手の数なんですけれども、はい、1回目は1人。はい、例えば私であればフロンターレから1人、はい、そしてマリノスに対して1人指名することができるような形になります。はい、そして2回目は1チームにつき2人の選手を指名することができるようになります。はい、ここまで OK ですか。 OK です。はい、ブロックは、はい、でブロックに関しては1回目、はい、2人の選手ブロックすることができます。おお、なるほど。はい、じゃあ例えば、タイポーさん、このブロックする側だとしたら1回目、例えば中川選手、じゃあパク・ユルグ選手、この2選手を取られたくないっていうことがあればこれもブロックすることができます。はい、了解です。でブロックする数に関しては1セット目2セット目変わらず2名となります。違いますか。あ、3名間違えました、3名か。ブロックできる選手の数は1回目は2人、2セット目は3人になって、はい、1回目と2セットとでもいい、はい、範囲がおかしいな。失礼しました。ブロックできる選手の数を皆さんに発表させていただきます。もういいもういいよ。あ、すいません、無駄なんだよ。失礼しました。はい、他聞いてる人は生で聞いてるとかじゃねえんでしょ。失礼しました。編集入るんでしょ。編集入ります。失礼しました。1セット目は2人で2セット目が3人です。ブロックできる数、はい、これで、まあ、要は指名とブロックのやり取りがあって2セットを終えて、それぞれどんなチームができるかというところを楽しみにしていただければと思います。はい、でもし指名する選手が被ってしまった場合、この場合はじゃんけんで勝った方がその選手の指名権を得るという形になります。よろしいですね。はい、はい、なので、まあ、手順としては、2人が指名する選手を発表すると。そうですね。そうですよね。はい、でその後その発表した後にじゃあこの選手ブロックですよっていうのを発表していくっていう流れですよね、これは。はい、はい、そんな流れで進めていきたいと思います。発表前にまずどっちも決めてますよね。いや、もちろんもちろんもちろん、はい、はい、両決めた上で出す順番はそうなりますね、はい、いうことです。その言い方だとなんか後で決められるみたいな、はい、うん、ちょっと勘違いが生まれちゃいます、ね、捉えられちゃうんで、はい、もう一度説明します。はい、それぞれ指名する選手そしてブロックする選手をまず決めてもらいます。はい、でそこで一旦締め切りを設けます。締め切りじゃいらないです。はい、でその決めた上でまず指名側が同時にオープンで、その後にブロック側がオープンという形で決めていきたいと思います。はい、はい、その他確認したいルールなどありますでしょうか。いや、自分は大丈夫です。はい、でこの後試合するんですけど、はい、最下位だったチームの代表というか最下位の人は代表っていうの大金さんですか。最下位だった人は、はい、タイポンさんに交通費を支払ってください。はい、いやいや、わざと来ていただいてるんでね。タイポンさんが最下位だった場合はなしです。はい、はい、自腹です。はい、ありがとうございます。いや、よろしくお願いします。はい、はい、で金額はそれも内緒ということですね、これは。はい、その金額の支えに場所がね、はい、バレちゃうんで、はい、ここまでどれぐらいでね来
たかみたいなバレちゃう、はい、まあこっち手段ぐらいはいいですかね、ただタクシーとかっていうのは、はい、はい、今日はちょっとタクシーで来ちゃいました。タクシー代、はい、じゃあタクシー代を、お支払いするということでやっていきたいと思います。それでは企画の方いってみましょう。まずは1セット目です。申し遅れましたが、あのタイポンさん、FIFA のキャプテンの方に就任されてます。おめでとうございます。申し遅れましたって、伝え遅れました。だいぶ、はい、ウェブ上でも伝えてたんですけど、ちょっと動画の方でも改めてはい、なのであの FIFA の最新作の情報を知りたいという方はぜひこちらのチャンネル覗いてみてください。お願いします。よろしくお願いします、はい、それではですね、1セット目の、はい、あ失礼しました、あのこれ2セット目で順番変える、変えない、変えますね。じゃあまず1セット目のブロック側の順番、じゃんけんで決めていきたいと思います。はい、じゃあ勝った人が最初ブロック何番か決める、なんか決めれる、決めていけばいい。オッケー、最初はグーじゃんけんぽい。おお、じゃあこれ3番にしようかな。3番目にブロック、ブロック3番目にブロック、マジか、はい、最初はグーじゃんけんぽい、はい、1個でしょ。いやこれ、これってどれがいいのかよくわかんないけど、どれがどっちがいいかわかんない、わかんないで、いや僕じゃあ1番目で、おー1番目ブロック、ブロック、はい、なるほど。じゃあ1セット目のブロックの1セット目のブロッカーの順番、はい、ポンターレ、タイノスタイノス、コアロン東京という順番になりましたのでよろしくお願いしますいやタイノスですよね、いや初めて聞きましたいやもう2年ぐらいその一緒にやってますけど、はい、タイノスはなかったな、ね、今日は一応タイノス、ね、今日はじゃあタイノスよ、ね、よろしくお願いします。何がタイノスですよねお願いします。それではじゃあ1セット目、それではじゃあ決めていきましょう。はい、はい、